さあ広く使おうという坂本はそのボールを捉えた。インコースのボール左中間を抜けていきます。さあモタはあとちょっと打球処理にもたついてしまいました。山崎その間にモタホームイン。坂本タイムリーツーベース。これでジャイアンツが逆転。あの坂本のインサイドを打つ技術というのはもうまあ12球団1と言ってもいいぐらいうまいですよね。本当うまいです。昨日も捉えたボールはほぼインコースでしたが昨日は猛打賞、ちょっと肘を左肘をちょっと抜きながら